今月3日、小林市の飲食店でお披露目された小林初のクラフトビール、小林にエール。このクラフトビールは飲食店関係者などが集まって今年3月に立ち上がった市民団体が企画したもので、6月からは延岡市の宮崎秀治ビールの協力のもと仕込みを始めました。クラフトビールには小林市の湧水と好きの特産品柚子の果汁と皮が使われていて、フルーティーな香りが特徴となっています。お披露目会に参加した小林市の宮原市長もぐいっと飲み干すと、柚子の風味が非常にですね、小林に。記者も試飲させてもらいました。口の中に柚子の香りがふわっと広がって、その余韻がずっと続きそうです。とても美味しいです。小林の新たな名物として期待されるクラフトビール。ビールには名前の通り小林を応援したいという地元住民たちの熱い気持ちが込められています。県外の方から来てもらうための起爆剤になれば一番いいのかなと。やはり小林に元気をという意味合いで、この小林にエールという名前付けさせてもらってますので、そういうふうになると一番いいのかなと思ってます。クラフトビールは市内5つの飲食店で提供されるほか、今後市内のイベントでも販売される予定です。